場方式は液晶表示方式の一つ。高コントラスト、高視覚が可能であることから広く使用されている。高品液晶テレビではこの場方式と IPS 方式がすべてである。場とはバーチカルアラインメントの略。他の多くの方式と違いネガ型のネマティック液晶が使われる。ナノ通り初期状態で液晶を垂直に配光させ、 電圧を因果させて液晶を倒すことにより変化する腹屈折を利用して透過状態と非透過状態を表現する。電圧が低い時に非透過状態としている。この時液晶が一方向に倒れると視覚特性が悪いために通常4方向に倒すことで格子や角を実現している。黒状態が垂直配光であることによる高コントラストが最大の特徴。 非主流であるネガ型ネマティック液晶を使っているために応答速度、電圧、信頼性に問題があったが改善され量産に至った。生産量が増えた現在ではネガ型であるデメリットはかなり低減されている。高四角型として最も反射型に向いているのも特徴であり、反射透過量率タイプの高四角型として量産されている。この場合には、 位相差フィルムの追加が必要となるために、視覚特性は悪くなる。原理の発見は古く、1970年代に、遡る。ダップ方式と呼ばれていたり、VAN と呼ばれることもあったようだ。表示方式としての採用は、1990年頃の、あるじに、スタンレイによる、パッシブ駆動が最も盛んだった。SH 方式等と名付けられて開発された場は、 マルチドメイン等の考え方から、現在の原型と言えるが、アクティブ化をしなかったこともあり育つことなく撤退した。現在の流星への貢献は、富士通とメルクによるところが大きい。TFT 駆動と突起による、マルチドメイン等の基礎を確立した。デルタイプシロンがマイナスとなる、いわゆるネガ型という垂直配効可能な液晶は、メルク社が持つ特許による、 独占的な供給ということ、CF 上に液晶のプレティルトのための突起や位相差フィルムも A プレートとネガ C プレートが必要で材料はコスト高が課題であったが、これまでの TNTFT で必要であったラビングプロセスが不要なことから、シャープや台湾勢などに広く技術提携、技術供与した。量産効果による材料のコストダウンに 馬方式の後部止まりという特徴も加わり、この液晶の注入に時間がかかることから開発された、アドフ方式の生産性から、多方式を圧倒して、市場を拡大させた。しかしテレビのブランドを持たなかった、富士通ディスプレイテクノロジー社は、アウオからの資本参加を受けながらも、最終的に、ヨナゴ工場と共にシャープに売却された。その後は、シャープ。 富士通から技術供用を受けたアウオ、シエモ側に必要だった液晶分子をプレチルとさせるために必要なリブが必要なくなり、より開口率も上がることから、この富士通及びシャープで開発された PSA、ツバ技術が現在はアウサムスン電子、中国 TCL グループの SAT でテレビ用液晶パネルの主流となっている。ツバ、ありがとうございます。